山崎亜美のうるおうリコメンド。おはようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは、山崎亜美です。今週も今日がうるおうコンテンツをおすすめしていきます。さあ今回は私山崎亜美がシンガーソングライターのマハラージャンさんをおすすめしていきます。助手は大倉さんとジャガメガネです。大倉です。はい、あるいは宮崎と申します。では亜美さん、ぜひお願いいたします。はい、マハラージャンさんなんですけど、この方は2021年3月セーラムンタロウでメジャーデビューをされたシンガーソングライターでございます。もう見た目から衝撃的な姿をされているんですけど、はい、まさしくなんとスーツ姿にかなり大きめのターバンを頭に巻いた、はいはい、見た目をされていて、はい、レーベルにあったプロフィールが分かりやすかったの で、 そ、 うなんです、ね、そのまま読みますね。そうですね、はいはい、東京都出身、大学院卒業後 CM 制作会社へ就職。2018年ウェブ広告代理店に転職し、会社員として勤務する傍ら日夜音楽活動に勤しむ。社会人になってから感じた強烈な劣等感や耐え難い苦悩、屈辱に苦しんだ結果、スパイス×ダンスミュージックという現在のスタイルにたどり着く。働き方改革が問われる現代が生み落としたスパイス香るアジアの異端児。もうすでにかなり情報量が多いですよね。耐え難い苦悩はい、耐え難い苦悩、はい、屈辱に苦しんだ結果、あの形になったというそうですね、そうなんです、はい、で私はマハ様と呼ばせていただいているんですけど、はい、マハ様、マハ様です、はい、ラジオにも何回も来てくださっていて、はい、とにかくトークセンスがあって大好きなんですね、はい、というのも会社員時代にハガキ職人もされていて、あ、すごい、はい、ラジオネームは燃える中途採用、略して燃え中燃え中、燃える中途採用、出来上がってますね、はい、で界隈では結構名前が知られていたそうで、2018年12月に行われた星野源さんのオールナイトニッポン第132回星野源アワード2018では、ねえねぶってという楽曲が音楽部門の最優秀ジングル賞を受賞したりもしています。だからその星野さんラジオにジングルを送ってってことですよね。星野源さんのリスナーさんは結構知られてる方が多いんじゃないかなと思います。なるほど。で初期の段階では作詞作曲も萌え中っていう名前でやられていたりとかしたんですけど、でこのマハラージャンという名前の由来は、事務所の名前が油田 LCC という事務所さんで、そうですよね、はい、で油田といえばマハラジャだなと思って、その時はつながった気がしたけど、今となってはよくわかんないです。確かにね、だから要約するとよくわからないそうです。要約しすぎでしょ。油田 LCC っていう会社があるんですね。でそこにお声掛けをいただいて、はい、この活動を始めたそうですね。なるほど。で2021年3月の時点ではもう仕事も辞めて音楽活動一本で、はい、されているそうです、うんうん、まあこんなツッコミどころ満載のマハ様なんですが、マハ様の音楽の魅力はやっぱり歌詞なんですね、うん、社会人を経験したからこその鋭い切り口で現実的な歌詞を書かれているんだけど、その中になぜかクスッと笑える要素が散りばめられている。例えば代表曲セーラムンタロウの歌詞に、変身しない、派手な技もない、ありふれた日常と戦う、それでも心はプリズムエナジー全開なのという言葉がありまして、かわいい、セーラムンタロウという楽曲のタイトルとこのプリズムエナジーのプリズムという言葉からきっとセーラームーンが元ネタなんですね、はい、でセーラームーンってやっぱり日常は学校に行ったり恋愛してるけど、うん、いざという時は世のためにキリッと戦ってくれるじゃないですか、はい、だからそんなセーラームーンみたいな存在だけど、変身しないし派手な技もない、うん、社会にいるあまり目立つことのないヒーローをきっと描いてくれるんですよ。最近魔法ついてますよねこの番組。確かに魔法少女今来てます。みんなに必要なものなんですよ。なるほど。だからでなんでセーラームーン選んだのかなと思ったら、やっぱりその日常がちゃんとあるっていうところ、現実味があるっていうところと、そこに太郎をつけるっていう平凡さをセーラームーンにつけるっていうところが秀逸ですよね。確かに。どうやってタイトル考えたのか知りたいんですけど、ね、で他の歌詞とかも見てみると、見せかけのヒーローはすぐわかる、本物はいつでも笑われてる、アニメや映画では描けない地道で起伏のない日々、それでもいつかに備えている、
やつの名前はセーラ、セーラムンタロウいいですね。歌詞があるんですけど、うん、あのきっと多分会社とかでそのかっこいい先輩とか、うん、キラキラした方の功績ばかり注目されて、うん、みんなの見えないところで頑張ってる人がいるんですよ、はいはい、なるほど。そう、地道ななんか作業ありますよね、うん、どうですか、うんうんうん、そうですね、私もかれこれ会社の窓際をずっとほふく前進で進んでまいって、ほふく前進それ効率悪いですよね逆に効率言われると思わなかったそうですね、そう、みんなに気づかれないような仕事ってきっといっぱいあると思うんですよ、うん、なんかここ汚いな掃除しとこうみたいなのとか、うん、だからそんな辛辣な現実もポップに表現してくれるんです。でもセーラーセーラームーンタローなんですけどね、ほぼめっちゃ耳に残りますよね。そうで、ベースはそこなんだけどその間の歌詞が結構辛辣っていう、ね、本物はいつでも笑われてる、うん、認められないんですよね。 そこ好きですね、本物はいつも笑われてる、ね、うん、そしてミュージックビデオもかなり秀逸でして、うん、私は君の歯ブラシというミュージックビデオが特に好きなんですけど、歌詞だと彼女と別れて家に彼女のものがたくさん残っている男性の少し切ない物語なんですけど、別れた彼女の歯ブラシで便器を掃除したりとか、そうそう、ミュージックビデオだと彼女の私物を明るめに再利用していくっていう、例えば別れた彼女の靴下でホコリを取ったりとか、ピアスを画鋲にしたりとか、傘の布を縫い直してエコバッグにしたりとか、あとヘアゴムで食べてる途中のスナック菓子の封をしたりとか、そうで、歌詞だけ読むと結構辛いんですよ。そうですよね、そう、戻ってこないみたいな、うんうん、で失恋で悲しさに寄り添いながらもちゃんと笑いにしてくれるところが素晴らしいなって、うん、曲調とミュージックビデオは異常に明るいそうなんですよあと物事をやっぱりいろんな目線で見てくれるんですよね、はい、マハ様のその現実的なんだけどこうやってポップに捉えることができるんだっていう、あとこのミュージックビデオの前のストーリーとしてその気にさせないでっていうミュージックビデオとつながっていて、同じく峯岸みなみさんが出演されているんですけど、はい、その気にさせないでが恋の楽しさとかを歌った曲なんですけど、そこで出会った2人が最後君の歯ブラシのように別れてしまうそう、ミュージックビデオもちゃんとつながっていて、ね、関連して作られていて、もうストーリー性が素晴らしいので、うん、くすっと笑いながら共感しながら考察しながら聴いていただきたい、うん、多面性のありすぎるアーティストでございます、うん、もう曲調もかっこいいんですよね、はい、ダンサブルですからね、ダンサブル、なんつったってそう、はい、踊りたくなっちゃう感じ、はい、もう本当にそうだと思います、うん、切な踊りができるみたいなでも爽やかですよね。そうなんです、何も知らない方に向けて言うと、はい、例えば日本で歴史さんとかですね、はいはいはい、そのなんか歌詞がなんか面白くて、うんうんうん、で、すごく曲はダンサブルだっていう、うん、で、まあ、マハ様がダフトパンクがとても大好きだっていう、あのフランスのですね、そのなんか90年代初めの方からこの間まで、うん、とにかくまあその辺のなんですかね、ダンスミュージックで懐かし新しいみたいな路線のところとかも、うん、マハ様の曲にも非常に出てるような気がします、うん、そのレトロフューチャーとか言われたりするのがあると思うんですけど、ね、ちょっと歴史さんとサカナクションさんを、はい、あ、確かにそれあります、サカナクションさんの合体させた感じがありますよね、ありますあります、ちょっとワクワクする感じというか、なんかその辺が好きだなっていうご経験のある方はぜひ、はい、とても入っていきやすいんじゃないかな、いや本当に、で、あの最近最新曲、はい、ゾーンに入ってますですか、違う、あ、そう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 、最新曲のゾーンに入ってますで、うん、今まで結構カラフルなターバンを巻かれていたんですけど、急にモノクロになったんですよ、はい、でターバンも異常に大きいなと思ってで、それなんでできてるんですかって言ったら、あの自転車のカバーだそうです自転車のターバンじゃないんだそう自転車のカバーってあるじゃないですか、かけるやつ、はいはいはい、自転車全体にかけるやつ、そうそう、それを頑張って頭に巻いてて結構滑るから大変って言ってました、なぜなぜなぜかは分からない、ボリュームなんじゃないですか、やっぱりもう、はい、ターバンを超えたボリュームなんじゃないですか、いつをこれだって思ったんですかね、いや、やっぱ大きな布系のものを探してそこに行くんですよ、ね、布あるじゃないですか他に確かにね、布屋さんに行ったら布はある、行かない、ね、
だからなんですか、光沢とかいろんなこととかあるかもしれませんよ、素材感。なるほど。これあんま言ってないんですけど、はい、って言ってました。あそう言ってない。内緒の話ですね。内緒の話で。このゾーンに入ってますもいいですよね。ね、いいですよね。ゾーンに入ってますっていう曲なんですけど。何回も同じフレーズ言ってくれるから、そうですよね、耳に残って。すごいこうグイグイきますよね、これ。なんか打ち込んでる人がいて、周りで何が起きてもゾーンに入ってるから全くお構いなしだっていうですね。無敵状態になってるんですよね。あと僕のスピな人もすごいいいです。アミさん、あのラジオによくマッハ様がお越しになったっていう、はい、さっきおっしゃってましたけど、うん、普通にトークの時のお人柄っていうのはどういう感じ、うん、なんかすごい私はすごく真面目そうに見えるんですよ。でも淡々と喋られるんですけど、はい、すごいボケてくるんですよ。だからどこがボケてるか分かんないタイプ。あれこれ本当かなみたいな。あなんかヒューイさんみたいな感じですか。そうですそうです。 あと結構自炊されてる。で手羽先を最近炊飯器で作ってますみたいなお話もしてくださるんですけど、でよくよくどうやって作るんですかって聞くと、あんまりわかりません作ってんじゃないのか結構ふわふわしてるんですよ。だからまだ掴めてないから。あなるほど、うん、ちゃんと掴めてないかもしれない。そんなにお会いしているのにもかかわらず。そうなんです。でなんかちゃんと事前情報も収集してくださって、最近の例えば芸人さんチェクタさんはどういう感じなんですかとか、で彼女と別れたっていうのを情報を仕入れたらそれを言ってくれたりとか、ちゃんとこっちに寄せてくださるお人柄ですね。本当にエンターテイナーなんだな。真面目な感じがするけど、うん、本当に人を楽しませようということに全てに注力しているというか。でも真面目な感じ分かります本当に最初1ヶ月ぐらい出演してくださったんですけど、はい、スタッフも真面目だよねみたいな。そうですそう、なんかだけどボケてるよねあれみたいな。あそういう感じ。ちょっと分からない感じで、最近よくやっと分かってきました。なんか最近今ボケてんだな。アミ師匠ですら最近分かってきた。最近分かってきた本当に。いやでも歌詞とかも解読してほしいですね。いろんな意味がこもってるんで。そうかそうですよ。やっぱりラジオ職人やられてたから、その文才能力が素晴らしいんですよね。でラジオネームを作るのにもハマってます。ラジオネーム作る、ネームを作る、ネームそのものを、そのものを作るのにもハマってる。あでもそうですよね、セーラームーン太郎もラジオネームにありそうですよね。絶対あるぞって思うもんね。なんならもうゾーンに入ってますもん、ラジオネームにしたいですもんね。確かに全部全部、ね、私そういうなんかちょっと上がる感じのネームいいな。なんかラジオネーム持ってないんですか。ないです。あないんだ。はい、あのメンバーがそうそうたるメンバーで演奏してますよね。ファーストテイクね。そうですよね、ドラムの方とか。そうですよね、だって浜岡本さんを筆頭にもうかっこいいです。そうですね、結構やられてます浜さんは。一緒にライブとかますよね。そうそうそう、あと今一番忙しいジャズドラマーの石若俊さん、すごいですよね、うん、皆さんほっとけないんだろうな、日本を代表する。いやでもその自分の楽曲全曲を日比谷の野音でやられてたりとかもして、ね、頭の回転がやっぱ違うんだなって、ね、そこからですかね、頭の良さが伝わるのって。そうなんですね、はい、なんか私なんか頭に巻き物してると通気性とか大丈夫なのかなとか、ね、夏のライブとかぼーっとしないのかなとか思ったりね。ましてや自転車のカバーだったらもう通気ゼロじゃないですか。ねえ、余計な心配をしてしまいました。どんなに朝早くても巻いてきますから巻いてきますか。リモートでも巻いてらっしゃいます。巻いて巻いて、これなんか 見たり聞いたりですっと楽しくなれるアーティストってすごい、ね、ありがたいですよね、うん、ありがたい。しかも内容が辛辣だからそれを笑い飛ばせる感じが。そうですよね。そう、ただ明るすぎないっていうのが、うんうんうん、あそのバランス感覚が素晴らしいですね、うんうんうん、今のお話を苦労されてたって話を聞いて、うん、ミュージックビデオに峯岸さん出てくるっていうのもいいなと私はすごい覚えて、なんかその時にすごい話題になって峯岸さんがなんか初めてセンターこんなに映りましたみたいな。なんかで峯岸さん側の苦労もめっちゃにじんでて、なんかここがこういう風に合わさってくるんだっていうのが。そうかそうか、確かに そこで通じ合ってるんですかね。今そこがすごいセーラムンタロウのなんか報われないけどやるよみたいな感じとすごい一致してきますね。私の中で今つながってきました、ね、いろんなものが。確かに確かに。あとアリの件観察してるって言ってました。その毎回同じ場所で練習していて、毎回同じのアリの巣を観察していて、何を運んでいるのか、うん、何を巣から出しているのかとずっと見てますって、うん、言ってましたね。そういう働く人の見方なんですかね。いや本当視点が不思議なんですよね。働き者の見方なんです。聞けば聞くほどわからない。あ、なるほど。聞けば聞くほどわからない。じゃあ聞くべきなのか聞かぬべきかこれ悩みますね。
聞いても聞いても分からなくなる。ちょこちょこエピソードあるんですけど、うんうん、なんかどういう人かって聞かれると分からないです、うん、いやいいですね。さっきの手羽先を回収してるじゃないですか。そうずっと掴ませないわけですよね。分かんないですよね。いいですね。なんか毎回ネタ持ってきてくださるんですけど、あ、分かんないです、感じで終わるんですよ。不思議な人だな。本当に不思議。なるほど。ということで、はい、マハ様こと、マハ様、はい、マハラージャンさんを押していただきました。はい、ありがとうございます。ぜひ聞いてみてください。はい、はい、皆さん今回も潤っていただけましたでしょうか。ではここで大倉さん、大切なあれをお願いします。はい、ウルリコは YouTube をメインチャンネルに、他ポッドキャストや SNS もやっております。トークや動画への楽しい感想の書き込み、いいねなどをお願いします。はい、ぜひチャンネル登録をお願いします。では次回も聞いてください。お相手は山崎亜美と大倉と宮崎でございました。今日もウルウルっとした一日をお過ごしください。バイバーイ。